で、それに対抗するしなきゃいけないとだんだん盛り上がってきそうですよ。あっちが頑張ればこっちも、ね、なんかしなきゃまずいんじゃないかというような結構面白いなと一言みたいにしていいと思うんですけどね。あ、なんでかって私別にしたくてやってるんじゃないですか、ね、しょうがなくやってます。しょうがなくやるべきことを必ずやるという気にしておりますので、ね、罰則のない規則なんて規則じゃないでしょう、ね、民間企業だったらこれ破ったらあの会社に存続まずいだとか罰金が上げられたらそれで初めて守るわけで、なんか脅しでしかないんですよね。そういうその罰則規定のないやつは脅されませんけど、まあ、議会を開かないことについて、まず助言という形で、知事のお使いが来ました。地方自治法にのっとって議会を臨時議会を開けとなったんです。助言ですから お伺いいたしましたありがとうございましたって返したんですね。県の総務部長でまた1週間ぐらいです。こんな、その自治労連中があの総務大臣に言いつけで県知事のところに泣きつ、そうなんですか、あの県議会議員だ、県議会の方にも泣きついて、県議会全員一致で、なんだっけ避難勧告というか避難決議しました。なんか紙切れが来ましたけど、そして知事のところに県議会議員たちが反対派たちが行ってまあ会ってもらえなかったと議会の方に行った行ってなんかやったみたいですけど、で結局こんな知事が是正勧告っていうこれを重く受け取れという感じでですね、なんか来ましたよ。で私その鹿児島県知事って楽名出身なんですよ。で私がどういう人間かもう分かっとるんですね。最初から分かってて何するのかって思ったらやっぱり出した。まあ、インタビュー、なんで従わないのを出したら自分が恥かくでしょ、出しだけなのに、それでもあの彼らの その考え方っていうのはしなきゃいけない、やっちゃった。出してからって別にそうですからね、無視。で、結局、どうにもできなくて、もう今度今、リコール運動も始まるし、もうそれに任せるしかないよと、その結果に委ねましょうっていう結論。です。まあこのリコール運動あるいはリコールが成功するかしたらまあ、どういうふうになるかっていうとですね、3分の1有権者の3分の1が1ヶ月間で集めなきゃいけない署名を、でそして約1ヶ月間でそれをチェックする。でそれが3分の1超えてたら、投票があるんですね。有権者全体の投票で過半数、その時無記名の投票ですからね、その時初めて、竹原市長はリコール失職するということが結構ハードル高いんですよね。これ私は議会をリコールしたいと思ってますけど、まあ彼らが頑張ってくれるから、もしこのリコールが失敗すれば私は何やってもいいよって許されたことになりません。これは結構いいなって。でもでそうなったら議会邪魔だし、やっぱり不信任しなくていいか、面倒なことは、まあ、彼らがステージを作ってくれてるなと思います。で私は実は市長のなりやりたくないんで、何枚なくで変な連中が議員世代、世代市長してたから仕方なくやってる。で早く変な連中議員試合一緒にしたりあれ姿勢行うようになったら市民がすぐ立ち上がってですね、やめさせる、そういう悪根市民になってもらいたいと思ってるんですよ。そのために今の状況がかなりいいな、ね、俺たちが支えるあるいは下ろす、そういう経験をするという意味ですね、意味でとてもいいなと思っております。まあ今後の展開を、楽しみにしているところです。皆さんのご質問なんかお願いします。最高に見えた。はい、そうです。実行しました。夏のボーナス。夏のボーナス。もう、年、もう、本
則を決めましたんで、夏も冬も、はい、ずっと。はい、それに関連して、はい、ボーナスの方はどうです。ボーナスもちろんやりません。はい、私の市長の給料は80万円だったですね、最初。ほんで市長になってすぐ、半額にしようと私議案出したんです。そしたら議員たちが反対して、40% カット。そしてそれも本来の規則じゃなくて、その私が市長している間だけに修正可決しました。今の市長さんは 40% は削減ですか？9割です。まあそんな感じですね。どうなりのカットですか？はい、ボーナスどうなりのカットですか？ボーナスは5割カット。 50% ですか？はい。いや、そんなの結構ありますよ。あの職員さんはどれくらいですか？あ、職員と、課長の方が多いかな。いや、そう、結構は同じぐらいか、ちょっと人の方が多いかもです。じゃあかなり、じゃあ一般職員さんもかなりカットしてるんですか？まあだから200万もらったボーナスが100万減ったと、一気にだいたい人件費で 14% ぐらいカットしたこと。そうなるとかなりあるんでね、財政策が変わったらかなり出るでしょうね。あ、そうですね。あんまりそういう私の意識の中にはですね、別に財政状態を良くしようすることでということよりも、なんていうんですかね、公平感っていうのが大事だという気がするんですよ。みんな一緒に我慢すれば別にとんでもないなと。ましてや今はとんでもなく違うんだから、人がプラスのにそんなに金いらんんですよ。そう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 、ね、今ですね、私でも48万ぐらいあるのかな、月給が。そんなにいりませんよ。はい、で、はい、スタンプってどういう内容かって言いますと、鹿児島県の、負債が1兆6000億あると。それで、鹿児島県民が180万、で1人頭80万、90万近い負債を抱えている計算になるんですよ。それで伊藤市長がですね、知事がですね、2期で、1期1億円、1億といくらですか、1億1000万ぐらいですね。2期で2億2000万近いその報酬を得てるの、これおかしいじゃないかと。これ借金がでっかくこういうの膨らんでるのに、市民とまさにこの痛みを分かたなきゃいけない、まさに先頭に立たなきゃいけない人ですよね。その人がみんなが苦しんでるのに、例えばアウネの市を見ると7000万あれば13校小中学校の給食費が無料化できるっていう事実があるんですよ。で1人で2期で2億2000万もですね、給料。今竹原さんが言ったように、人間生きていく上で48万結構ありますって言ったでしょ。私48万は高いと思ってるんです。要するに、私の友達でちっちゃい会社経営してるんですけど、まあ、給料あんまり払えない社長で、もう実力ない社長なんだけど、親子3人と手取りで28万ぐらいお支払いしてる人がいるんですよ。立派に生きてますし、立派に社会参加もしてますし、その部分だと思うんですよね。私、竹田さんが言われるのはその部分だと思うんです。片方は要するに資本主義で、勝ち残っていかなきゃ、負ければ橋の下っていう生活も待ち受けてる。もう片やはですね、大手盛りの給料、その原資は何かって言ったら税金だと。で片方はリストラもその倒産もないと。夕張の あれを見たら私いいと思うんですよ。夕張っていうのは夕張っていうのは破綻したって言っても、決しては破綻したか、市民がですね、市役所の職員が生活が破綻してるかっていう、こんなことないですよね。3割減っただけなんです。質問はですね、今後ですね、この今改革の全体像から言って、今まだ道半ばだと思うんですけど、最終的にはどのような姿にされたいと思って。